田内です。今日も一日脳のリミット外してワクワクだらけでいきましょうね。よし、今日はあの話をしようと思って喋り始めたんですが、東京タワーこの間またプラプラ昼間東京タワー登ったんですよ。しかも階段でステップで階段で登ったことあります？東京タワーって外階段で登れるのね。もちろん展望台までよ、第一展望台までよ。まあ東京じゃない人はねいらしたことないと思うんですけども、まあ東京タワーはご存知ですよね。で、東京タワーの展望台はまあ行ったことある人はいると思うんですけど、外階段で行ったことある？外階段であるって東京タワー登るのってものすごく清々しい。そしてそんな大したことないんだよ。あのね、15分ぐらいで登れちゃうんだよ。そしてこんなジジイの俺でも足も悪いのにあんまり良くねえのに調子登り切ったから、そんな難しくないと思います。しかも酒飲みながら登ったから酒飲みながらって言っちゃいけねえのか、まだ関係ねえな。外階段で東京タワー登る体験は良かったですね。今まで見ていた東京タワーが違って見えたし、まあ東京の街を上から見るのも面白いし、まあ上から見るのは別に普通にエレベーターで展望台でも見れるんだけど、歩って登ることによってこうだんだんこう視点が上がっていくのも面白かったし、でね、要は何を言いたいかというと、なんとなくいつもあなたの街でね、東京タワーじゃなくていいんだよ、あなたの街でなんとなくいつもあそこに見えてて気にはなってるんだけど行ったことない場所っていうのがあったらぜひ行ってみて。別に階段で登れって意味じゃなくて、そしたらね変わるんだ、翌日から街が。この感じ分かるかな、想像つくかな。例えば今度東京タワー階段で登る俺のスクールのメンバーみんなでやろうと思うんだけど、前もよくスクールのメンバーみんなと一緒にね、東京のねレインボーブリッジを歩って渡ったんだよ。レインボーブリッジってのは東京のお台場、フジテレビなんかをつないでる長い大きい橋なんだけど、レインボーブリッジってのは東京のどっからでもなんとなく見える。レインボーブリッジ見える。そして別に車でとか電車でねレインボーブリッジを通ったことはまあある。でもそのレインボーブリッジを歩って渡った翌日から昨日まで見ていたレインボーブリッジと違うレインボーブリッジに見れるんだよ。ああそこ俺歩って渡ったんだなみたいな、なんか俺との絆っていう言い方もなんか変だな、風景が変わって見えるんだよね。だから東京タワーもいつも見てる東京タワーなんだけど、あれを俺は歩って登ったんだよなっていうだけで翌日から風景が変わるんだよ、街の。この感じわかる？だからあなたもあなたの街でなんか気になる建物、ちょっと遠目に見えていてさ、あの塔何なんだろうな、昔から気になってんだけど行ったことねえんだよなみたいなところに行ってみてください。別に登んなくたっていいですよ。ただ行って、あ、なるほどこんななんだ、へえっていうだけで翌日からその塔を含む街の風景が変わって見えるから、何かが一枚剥がれ落ちてつるっとした新しいものが出てきてるんだよ。別に遠目に見える塔じゃなくてよくて、例えば俺もよくやるんだけど、街プラプラ歩ってて夜ちょっと酒飲みながら、そうそう、あれあそこの屋上なんか提灯下がってて明るいな、あれあ何なんだろうな、どっから上がるのかな、あのビールどこだろうなって言って下まで行って入り口見つけて上がってみたりするんだよ。そうするとなんかバーみたいになってたりするんだけど、それもさ、なんとなくこう遠目に見ていて、なんだろうなあの提灯と思ってるのと、あそこ俺一回行ったことあるんだよなっていうだけでなんか変わるんだって世界が。これやってみてください。まあ脳のリミッターを外す一環の作業とも言えるかもしれないですけどもね、あなたの町もしくは近くてもいいけど、なんか日帰り旅行でもいいんだけど、なんだか知んねえけどいつも気になってるところに行ってみよう。今回はその中でもビジュアルで見えてて、ビジュアルでいつも見ていて気になるんだけど、そこに行ってみる。別に喫茶店だっていいよ。別になんか会社の機会よりにいつもあの喫茶店気になってんだよな、でもまあ別に入る意味もねえし、入るのもあんまりめんどくせえし入ってねえっていうところに入ってみるだけで翌日から街が変わるから、これやってみてください。気になる場所に突っ込んでみましょう。あー、足立でした。頑張っていきましょう。